大将です。本日今日も今日ってウィッチャー3ワイドハントやっていきたいと思います。いやー、天気は悪い。ゲラルトの心も曇ってますね。前回はこのクズ男がやっと判明した男爵のせいじゃないかと俺は睨んでるんやけど、まあこの男爵の身ごも奥さんが身ごもってた娘子供が死んじゃったよね、あの生まれる前に流産しちゃって、でそいつをなんかお墓に入れんかったせいで、なんていうかポテリングみたいな、ボッチリングやったかなっていうお化けになっちゃったわけですよ。でそいつの力があれば嫁さんと娘さんの場所が分かるかもしれないということで、その子が埋められてるお墓に今から男爵に案内してもらうところですね。よくぞ男、なんだじゃねえよ。名前あんのか。いいよ。なぜだ。それが過ちだ。名前は。あ、そうなんや。名前がないからってこと。いやー、戦いにはなりそうやね。こんな刺された場所もあんねえや。うわ、すげえ。この場所だ。男爵、お前の罪を数えろよ。あ、もう空気はなんか違う。素敵な場所を選んだな。皮肉。くそ、やめてくれ。自分の過ちには気づいてる。こいつ酒さえ飲まんかったらいいやつやったりせんか。わからん。墓が掘り返された。いや、切れたら早いんか。どういうことだ。ボッチリングが。あ、もうすごい出てるんや。うわ、気持ち悪そう。見ろ。うわ、ひどいな、なんか。こんな感じな。ああ、見たくないやろな、男爵は。どうする?ラバキーに変えてやろう。うん、殺したくはないよね、男爵の前で。早く。暴れ出したらどうする?前がやれ!暴れちまうんじゃないのか。うろたえな、そんなこと言うな。凶暴化する。今はおとなしい。お前しかおらんやろ。親父やろ。凶暴化したらどうなるんだ。頸動脈を噛み切られ、助ける前に出血で死に、動き始めたら教えろ。魔法で落ち着かせる。お前がやれ。やるしかない。行け、頑張れ。拾え。ダルマ。抱きかかえるんだ。拾え。行け。早く。お前しかおらんやろ。お前が、なあ。ああ、神よ。お前の子供や。お似合いやんけ。名前つけてやろうぜ。うわあ。すごいね、なんか。リアル。え、どうしたらいい。城へ戻るぞ。あ、連れて行くの。これと一緒にラバー銀に変化させるという古き伝説。ああ、そうか、玄関に埋められたっけ。お父さんと一緒やね。はい、今日も12ちゃんで見ましょう。お父さんと一緒。うわあ。これはでも殺さんでいいってのはそっちの方がええやろ、あんた的にも。男爵よ、戻ったらいいやね。閉めてみようかな、こう。あ、開けてきた。ちょっと二人っきりしてあげようかなと思ったんやけど、そうもいかんかったね。さてさてさて、え、どっから暴れ出したりせんよな。おい、どうした、大丈夫か。飢えた悪霊だ、ボチリングが引き寄せ。くそ、任せろ、大丈夫、任せろ。分かってる。痛い、結構痛いよ君たち。よし。どうした?おじけづいたか?ゲラート君すぐ煽る癖あるよね。くそ、なんかすげえ見にくい。くそ、なにこいつら。え、ダメージは取ってるね。おい、やめろ、赤子に触れるな。うわ、多いな、結構。くそ、消える。危ねえ、くそ、いて。熱い、ここ。あー、なんか変なとこ来た。飛べ、切られた。くそ、飛べね。あ、もう。わけわからなくなっちゃった。一回回復しよう。肉食え、肉。生で食おう。ハラミや、ハラミ。よし、いけ。くそ。おれ!ちょっと最近魔法を炎にしてたんやけどさ、最近ちょっと変えてるんやけど、イグニーに変えようか。なんか痛いんだよ。なんか魔法いじってる時にさ、釘も食っちゃうねんな。あー、いいぞ、悪くない。燃えろ。
お、いいね、聞いてるんちゃうか。よし、あと1体か。ウェア、どこや。お前か、あとは。結構体力あんな、あいつ。来いよ、おい。あ、なに、クソ。こいつできる。お前やるな。だが、これで終わりや。ふぅ。お疲れ様。マジか、お前。どうしたらいい。え、どうしたらいい。なんか飯食っちゃったし、なんか呪文か。念力の衝撃波、被ダメージ、戦士を惑わす、これじゃないか、違うかな。あー、よかった、合ってた。怖っ、燃やしたりしたらどうしよう思った。男爵大丈夫。一体何をするつもりだ。俺は何もしない、お前の役目だ、うん、言ったはずだ。玄関の下に埋めろ。伝承が本当なら明日にはラバーキンになる。その後は家を守り、家族の捜索を手伝って。めっちゃいい子になるやん。家を守るってことは男爵を追い出すってことにならへんかな。男爵がこの家にとってちゃんと必要な存在なんやろうか。なんか見慣れてきたな。お、また？くそ、また呼ぶね、これは。来いよ。さあ、来い。もっと来るぞ。急がないと。急げ。早くしろ。食われるのを待つ気はないぞ。くそ。あー、多いな。くそ。大丈夫や、ゲラート。切れ。フォローでひるませて、切る。はい、こいつはいける。強いな。くそ、な、どうなってる、何か起きてる。くそ、やばいやばい、死ぬぞこれ、ワンチャン。逃げろ逃げろ。あー、ごめん、ちょっと喋れへん。くそ、寄ってる。この画面が暗くなるのはなんかな、寄ってるっぽい、わからんけど、多分そうやと思う。勝手に俺が解釈してる。クソ、強えな。いや、てか寄ってる以外にもなんかこいつは惑わされてるみたいなのもあるかもしれんね。よし、いいぞ、あと1体や。死にました。さあ、あー、ショックや、いけると思ったのに。あー、くそ、しんどい、これ難しい操作が。しゃー、来たぞ来たぞ来たぞ。いやー、ここまで来んのにな、ラバカタ長かったんすよ。なんかラバキン、あの赤ちゃんのさ、洗濯ミスるとすぐボッチリングに変わるね。しかもそのボッチリング強くて強くて震えてたわ、ずっと。でね、いや、やっとこうまで来た。こいつは強い、全員。もう嫌になっちゃうよね。でもやるしかないからね、僕やってるんですよ。ゲラウト君はね、強い子ですからね。見てください。あ、くそ。なんかこのね、やばい攻撃がある。だからね、スピードが遅くなる、多分。これ、痛い。くそが。落ち着け、ゲラウト。はい、魔法で。リンゴ食え、リンゴ。美味しいからね。この、なんかね、黒、あ、これがやばい、これ。これがマジでやばい。あと、多いね。もう。あ、これが、マジで、やばいです。よし、いいぞ。やれ。こいつやれる、こいつやれ。いけいけ、ナイス。ナイス、ええぞ。あの、これ黒くなってる状態がね、多分なんか窓い攻撃。これがやばい。これがね、やばい。ここ。やばい。危ねえ。いいね。いや、いい身の暮らしがいいよ。あ、これ痛い。クソが。いや、クソ出れ。クソはめんな。こいつらはめてくるぞ。おい、多勢に無勢で。多勢に無勢じゃ、こっち一人じゃ。かわいそう。ゲラート君、かわいそう。家恋しくなっちゃうよ。あ、これが痛いねんな、マジで。おら。もう一人やるぞ、絶対に。クソ。やばいな。
ちょっとやばくなってきたか。大丈夫、まだいける。ゲラートはまだできる。これ、これが痛すぎる。ちょっと待ってくれ、ほんま本気待って。お前ら消えんな、もう。それセコいって、やり方教えてよ。やっべ、やっべぞ。こっち来い、一人ずつ来い。すぐ消えんな、ほんま。やらせろお前を。いいぞ、一体やった。もうちょっとや。なんか増えてないか、気のせいか。え、なめっちゃ増えてない。死ねえ、ほんまにそれ頼む、言ってくれ。くそ、え、増えてない絶対、気のせい。お前で最後でやってくれ。くそ、こすって刺すな。お前、おい、こっち来い。やれやれ、くそ。どっから、おい、痛えだろう。よし、よっしゃ、いったか。くそ、あ、やったか。また動いてる、うなぎみたいな。落としちまう。例えが変や。いや、これはとりあえずアクシーで。いや、これで最後で会ってくれ。あれ、あー、よかった。あ、ちょっと待って、もうやめて、もう無理、お願い、もう無理、もうやめて。さすが生きずい玄関集落、名を決めたか。いいよ、名を決めてくれ、早く。大事なことタケシでええから。女の子か、アンナなら何と名付けただろう。うん、タケシでええから、もうやめてな、やめてくれ、頼む。もうきつい、さすがに無理や、俺には。ちょ、回復しとくか。頼む、埋めてくれ、行ってくれ、頼む、男爵ベイビー、いいラバーキーになってくれ。終わったー、よかったー。いやー、無理、きつかったー。いやー、嵐の日。次は何を繰り返せ。何を、何を繰り返す。大地と空の力にかけて、大地と空の力にかけて。いい親父になれよ、お前も。お前が住むはずであった世界にかけて。お前が住むはずであった、こいつにも幸せな世界があったはずやね。許したまえ、生まれいでしも抱擁されなかったもん。許したまえ、ごめんな、なんか生まれいでしもの抱擁されなかったもん。辛いよな、この子も。そして我が娘として抱擁する。その名は何や。そして我が娘として抱擁する、その名はデア。いい名前やんか。お前にはそういう心がある。あー、ぐったりした。すげえぐったりしてる。よし、死体を埋めろ。あー、そうか、死体やからね。いい精霊になってくれ、せめて、せめていい精霊になろう。埋めようぜ、パパ。スコップはこれ活躍するんか。ゲラルト、師匠づらいな、後方。何を思ったやろうな。お疲れ様です。どうなる？本当にどうなる？一日以内にデアはラバーキンに変化するはず。頼むぞ、デア。俺はここで待つ。え、ゲラルト、ねんでいいの？一緒に待つ。いいよ、と、親父。論外だ。だが、あれは俺の子だ。いや、いい味じゃないな。そう見えただけや。やめとけ。責任も俺にある。今さら親として振る舞おうとしても遅い。うん。それにお前にできることはもうない。いいやつに見えてもこいつはクズやからな。あとはウィッチャーの仕事だ。できるのはボッチリングがラバーキンに変化するのをひたすら待つことだけだ。いいラバーキンになってくれよ。帰れ。もう無茶な飲み方はするなよ。うん、お前は飲むな。酒禁止や。麦茶だけ、麦茶だけ飲んどけ。おやすみ。なんだ。話を聞こう。ん？何が？何の要件だ。待って。こいつが CPU に変わった瞬間をなんか目の当たりにした感じがして嫌や。こいつがスノーリーから外れた感じがしてなんか嫌や。ではな。しかも、よし。
すげえ押しのけていくねんな。あ、もう人いるやん。あ、なんか今レベル上がったね。ポイントでも振るか。いやー、このポイント振れるのが楽しいな。このね、前はね、この身体強化ってのをつけたんやけど、今度はこっちに振ってみようか。バラ。あ、ちょっと待って。あ、鍵1個解放されてんのか。だったら1個。弓矢、矢よけ、反射神経。あー。なるほど。あー。なんとも言えんな。矢よけとか使うかな。いや、俺とりあえずこの攻撃薬に振っていい筋肉マッチョにしたいねん、ゲラルト。よし、とりあえずこっちにしよう。オッケー。よし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 。いい感じやね。じゃあ待とうか。いいラバー機になってくれ。頼むから。お前は早く寝ろ。もう。まだ夜中かな。あいつら大丈夫やったんかな、さっき勇気とかに。さあ、あとは待つだけや。座って待とう。寝て待ってもいいよ、ゲラルトやったら。許す。ゲラルト、俺が許す。お前は頑張った、今日。どうした？お前寝る気か？あ、違うな。偉いなぁ。ウィッチャー大変やなぁ。あ、もう何もないよな。頼むぞ。血の力によってお前を呼ぶ。その名を持ってこう。うん。この声を聞き目覚めよ。デア。デア、おはよう。来るか？来るか？来るか？来たね。ああこんな感じ、こんな感じなんでや。でや、待て、早い、結構早い、落ち着け。でや、ストップ、ストップ、でや。でや、クスの話。でや、結構早い。ジグザグすな。あー、でもよかったね、これラバーキーな、何？あとでね。ではよかったな。でもこういうさ、悪霊にならんとさ、いい霊になったってことね。高2とか言ってたし、確かにちょっと鬼っぽいな。一応俺が止まったら止まって待ってくれんのか。あ、待ってくれるね。いいやつやん。だったらちょ、回復の食料が欲しいんやけど、ちょっと道具屋寄っていい？あれ、裸天使おらん？あ、裸天使こっちか。あ、裸天守？あ、おらんな。あの裸エプロン。あ、ちゃんとお嫁さん。何この、目開けたまま。怖いんやけど、この目開けたまま寝てる。え？生きてるよね？え？え、まさか死んでないよね？ちょっと、食い物買わしてくれ。お目当てはリンゴ酒かい？それとも乾燥チーズを一かけら。いやー、こいつ付き合うわ、裸エプロン。よし、グベント誰とでも売り物を見せた。キラウトすっげえグベントやりたがってるやん。ドハマりしてるやん。なんか食い物だけでもらっていいかな。玉ねぎか、これ。玉ねぎって生で。何が欲しく、何が食いたい、キラウト。全部50か。値段は？値段っていくら ?9、21。高えな、これちょっと。とりあえず玉ねぎでも買っとくか。あ、25もすんの ?45。うわ、高え。ちょっと玉ねぎ、ちょ、玉ねぎせこい。玉ねぎいっぱい買ってこう。OK。もうちょい買えるよ。もうちょっとだけ。OK。あ、なくなっていくんか、これ。まあ、こんだけでええでしょう。うん。玉ねぎし、ゲラとしばらく玉ねぎ食って、生きしのいでくれ。で、この子は生きてるよね。なんかすっげえ目開けてこっち向いてるんやけど。みんなベッドとかあんま使えへんねんな。かわいそうに。こういうのってなんか通り過ぎるとさ、なんか怒られるらしいんよ。泥棒扱いされて。まあ、失礼な話よね。火を消しとこ。しゃあないから。うん。道具いっぱいくれた俺や。またしたな、ラバキン。いや、なんてっけ。名前なんてっけ。ごめんな。忘れました。テア？外か、やっぱり。こいつだって見えてんのかな、周りの人から。なんか、ちょっと目で追ってる感じはするな。やばい。敵おるぞ、普通に。くっ！突っ走れ！ゲラウト！煽るな、煽るな！ゲラウト。煽らんでぞ。煽りかけてきてんな、結構。でも、今ならもう勝てそうやけどね、あいつにも。ちょっとやめとこうか。ちょっとこれからボス戦があるかもしれんから。
いや酒結構あれだいぶきつかったんでビビってるんですよ意外と。普段ビビったことないんやけどさ。あ、ここ？こんな、あれ？ここ？あ、違うみたい。え？中でラベンダーを保存してたってことはないだろうな。あたりを調べてみるか。どういうこと？え、とりあえずこの辺にいるってことやな。ちょっと見して、どんな感じ？なんか、見ようによってはさっきより怖いまで歩けるな、逆に。どこにいるんや？なんかいろいろ取れるな。うん、なんかあるぞ。これは、なんだ？足跡？ブレスレット。どちらか。ブレスレット？え、これ全部ブレスレット？え、ブレスレットってこんな多いの？最近。え、違う。さすがに違うか。これは何？蹄鉄。ああ、かまどこかりに馬が帰るわけがない。馬で来たってことかな、ここにまで。この辺はどうや。ここにもなんかあるね。服、ここで着替えよう。二人とも。なるほど。道は合っている。まさか、ということは今二人は裸なんじゃないですか。もっと見せたいものがある。なるほど、もっと見ても欲しいものがあると。中も見てみるか。あれ、中は閉まってある。あー、中は入れへんのか。ここの窓とか入れんの。ゲラルト窓からの侵入はできひんタイプなんや。控えめー。ゲラルトおったら控えめー。もうちょいあるかな。ほう、ドア開けて。なんかカンカンカンと聞こえんな。他に何がある。まだ俺に見せたいものがあるってことやんね、この子は。あ、なんか、あ、ここか。なにあれ、愚者パス。敵かい。なにこいつら。ちょっと待って待って待って。ちょっと待って。こいつらなんや。なんか初めて見た。痛いよ。ちょっと待って待って待って。なんか魔法が出へん。クリスタ敵やったわ。あ、なんか赤ちゃん移動してる、いつの間にか。ここはもういい？いいってこと？なんか変なん手に入れた。汚そう。ベイビー。悪いな。悪い。ゲラート君、ちょっと水草食っちまったわ。なんか移動ゆっくりになってないか？気のせいか？ラバーキン。これぐらいだったら、でも親父来てもよかったんちゃう？って思うけどな。あかんのかな。ゲラートは、もう、な。まあまあ、女の子、お母さんたちもね、親父から逃げ出すってあるからね。その点ではこっちの方が正解っちゃう。正解やね。そういうこと考えられてんのか分からんけどな。全然考えてなさそう。なんかゆっこ、なんかスピード遅なったな。どうしたお前。瞬足抜けたもしかして。やっぱ小学生といえば瞬足やんね。なんかいる。イグについてるよな。こいつはやれるか？なんか敵多いな、さっきから。ほら、やれ。ゲラート行け。四季の餌か。それでも調べる価値はある。四季の餌？ああ、家庭の事情が進んでる。なんか知らんけど家庭の事情が進んでる。痛い。ちょ、お前痛いって。何してくれてんのお前。こら、PK に言うぞ。うわ、なんやお前、気持ち悪い。どういうこと？敵が全て気持ち悪い世界。また来た。待てよ。玉ねぎ食おう。ここで死ぬわけにはいかんのや、ゲラルトは。ヒットアンダーウェイ、ヒットアンダーウェイ。くそ。こいつは死に方キモ。なんでこんな変な死に方するの。え、馬死んでんのあっちで。あ、こいつら、それに群がってたらやろうってこと。あ、もしかして、至るところに敵いる。もう一体張る。ちょっと待ってね。来てる？こっち来てる？玉ねぎ行こう。どうした？おじけづいたか？あ、一体やったら怖くねえんだよ、お前なんてよ。こうなんやろ。あ、また来た。やめろ。逃げろ。一回逃げろ、ギラルト。落ち着け。クソ、こいつら無限か？おい、玉ねぎが一瞬で溶けたぞ。あれ、死んだ？
あ、爆発巻き込まれたりした、もしかして。ちょっと分からんけどさ。ああ、ちょっとやべえ。なんかあれ？タムネギさっき俺5個買ったんやけどな。どっか行ったな。あとこいつは肉も取れへんし。あといつの間に俺こんな倒したんや。いやと、あ、馬が。そうか、こいつに群がってた。ってことでいいんか。何があったんや、馬。かわいそうに。これはなんだ。ああ、またあのシリの時と一緒やな。骨から見てみるか。死んでから随分経つな。ほう。骨でわかんの、それって。そういうもんな。蔵。蔵をかじったのか。ほう。近頃の四季は何でも食うんだな。植えてんねんな。四季も山から降りてくんねんや。上骨。肋骨？巨大な爪。うん。この跡をつけたのが四季で。人狼か？なんか人狼もこの辺にいるってシリって話してたよね。魔女をさ、魔女の話も聞いたからさ、それもかか、鉄鉄がない、うん、魔女もそろそろ関わってくると思うねんな。なるほど。頭はどうした？頭が綺麗に引きちぎられてる。ああ、かわいそうに。状況まとめてくれんのか。ありがとうございます、いつも。強力な怪物が襲いかかり、驚かす。ああ、なるほど。逃げ切れたならいい。ああ、そっか。娘と嫁は。よし。手がかりは続いている。ここで途絶えなくてよかった。確かにな。娘と嫁は確かにこいつになんかエグに襲われたってことやんな。よう言ってたな。頼むよ、どっちも言っててくれよ。ここまで来たら。あとラファキンが待ってくれて可愛い愛着湧いてきてもうた。俺のパーティー加わらへんかな。ヤラトって常に一人行動なん、絶対。あ、オオカビは借りたい。肉もらえるから痛いちょ、お前。うわ、びっくりした。開幕。いや、オオカビはもう余裕。餌餌、ゲラウト君の餌よ。あ、結構いるな。でも他にもおる。どこや。よしよしよし。いやー、肉が欲しいんだよ。あ、肉取れへんな。もういったよ。まあいいか、まだおるな。前にやっぱ狼が出てきてるってことはこれ人狼なんじゃないか。痛い。どうした、来い。よし、行こう。あ、肉をくれ、俺に。お前ら。頼む、肉。ゲラルト、肉も取れるやろ、別に牙だけ取らんと。お肉は絶対あるやろ、どの狼にも。お肉を取ってくれ。なんかの入り口や。あの廃墟みたいなところにいるんか、奥さん。奥さんと娘。いてくれよ。死んでないで、頼むから。あの親父一人だけ残させんのは、なんか、さすがに気の毒やわ。頼むぞ。愚者パセリどこにでも生えてんな。シリの時あんな見つからんかったのに。ゲラルトが愚者って言いたいんか、お主。あ、なんか倒しちゃった。ごめんなさい。お、家庭の事情が更新した。水辺？船？逃げた？もしかして。いや、でも。あ、痛い。危ねえ。危ない危ない。ごめんごめん。ラバーキン。お待たせ。なんか剣閉まって。釣り小屋？よく調べてほしいみたいだな。うん、みたいやね。この中にはおらんの？まだおらん？なかなか。うわ、びっくりした。びっくりした。びっくりした。このコラボめちゃくちゃびっくりしたよな。誰？確かに。別の部屋へ行きなさい。何のご用で？人里離れた。あ、ここに囲まってあげてんのか。何もないし、何も知らないよう言ったら怪しいやろ。情報が欲しいだけだ。血まみれ男爵の妻と娘を探してる、うん、誰一人来ちゃいない。おまか、分かってんねんぞ。娘は中肉中背で二十歳ぐらい。よし、知ってんな、ゲラウト。あ、その情報どこで知った。ヨーロに来たでしょ、ママ。あ、こら、言っちゃダメ。黙りなさい。シャープ、ベビー。誰を見た。確かに。その女性を助けたい。危険な状況かもしれない、うん、息子は誰も見てません。子供だから夢を見たんでしょう。ではその夢について聞きたい。いいね。誰を見た。誰が。いい切り返しや。パパが女の人を夜に連れてきて手当てをしたんだ。怖い怪物の話をして戻らなきゃって言ってた、うん、どこかはわからない。ママとパパが元気づけて服をあげた。あ、戻った。戻るとは。
戻るってどういうことや。娘はどこ行った。子供が教えてくれた。もう知らん。確かに奥さんだけが今の悪かった。彼女の父親の手下には見えないもん。ああ一個上や、格上や。タマラと母親を探してる。無事に生きているかどうか知りたい。タマラは、うん、オクセンフルトの兄弟の家に、うん、よかった。タマラは無事なの。アンナ夫人はまた別の話。無事にどうした。どこだろうと男爵が住んでるクローパーチよりはマシだ。みんなそういう認識なんやね。なぜ。そりゃ、うん、殴るからだよ。アンナ夫人を殴ってたって意味だ。みんな知ってた。あのクズ親父は。も止めようとしなかった。改心してほしいな。で妻はどこや。タマラの母親はどうした。娘は大丈夫やな。タマラは。私は古い燻製小屋で馬と一緒に待ってた。あの夜はひどい寒さで、うん、真っ暗で一寸先すら見えなかった。寒いってあいつ関わってないよな。高くワイルドハント。二人は現れない。悪魔にでもさらわれたかと心配し始めた頃に、うん、やっと現れた。そして一緒に川へ行った。いきなりどこからともなく突風が吹いて頭が飛ばされるかと思った。それにあの鳥ども、鳥大群で木の上を飛んで耳から血が出るほどの騒音で、アンナ夫人は悲鳴を上げてかがみ込んだ。タマラは腕をつかんでひざまずいた、うん、その時アンナ夫人の手に火の印を見たんだ。なんか特殊な人な、アンナ夫人は。なにこれ、こんなんこんなん手に出てくるの最近の夫人は。いや全部気になるな。で次に何が起きたん。あ、知る人はないか。何の知る。ゲラと知ってんじゃないか。あ、鉄で焼き付けられた。そういう感じ。手のひらの内側だ。牛の焼き印。焼き印ってこと。そうだ。なんか魔術的なもんじゃなくて。黒い傷じゃない。熱く光っていた。あーでもやっぱ魔術的なもんなんかな。ご協力ありがとうはまだや。次に何があったんや。この後。わかった。それから。さらに暗くなった。誰かが星を消したみたいに。ワイドハンドじゃないんかな。突然コオロギがみんな静かになって。コオロギ全部うるさかったね。森からうなり声が。にゃーんじゃないの。吹き出して。猫かーい。怪物か。猫じゃなかった。でか。角と燃える石炭みたいな目を持っていた。このタイプか。もう終わりだと思った。怪物はアンナ夫人の馬の頭を。ああ、さっきの馬か。彼女を森へ連れ去った。俺とタマラお嬢さんの馬は驚いて闇雲に走り出した。逃げ切れたり。なるほどな。人狼じゃないんかな。お嬢さんは母親のところに戻りたかったけど、うちの神さんが説得したんだ。危ないからって。さすがにタマラ一人じゃ無理やろ。確かにあんたがなんで助けたか気になるね。そもそも成人すぎこの人。危険すぎる。タマラお嬢さんに借りがあったんだ。うん。3ヶ月前息子が高熱を出した。綺麗な目やな。と思った。お嬢さんはそれを知って食料と軟膏を届けてくれた。うちは軟膏で治るのかせって。息子を救ったのは彼女だ。メンソレーターみたいな。俺自身には助ける勇気などなかった。うん。だが妻が言った。今は戦いと蔑みの時代。人々が堕落する時代よ。善人は善を持って返さなきゃ。何もしないのは悪事を働くも同然よ。奥さん。聡明な女性だ。目の前でそれ言う。口説いてんちゃうぞ。いいね。夫人を救えなかった。いい夫婦やねこの二人。いやー助かったわ。ありがとうな。協力に感謝する。あのお姉さんはきっと大丈夫。任せろ坊主。おにぎり。そうなるよ。任せろおにぎり。実写版マサオくん。実写版マサオくん任しとけ。作ってくるよキラウトが。ってことでちょっといろいろ回収させてもらいますね。お釣り竿ゲット。夢と不思議の物語見ておく。ツさん、おう気になるね。夢と不思議の物語見ておく。ツさん、北ほ、北方諸国から旅行者がツさんの領地に一歩足を踏み入れたならば、まるで夢いっぱいの時話の本の中に飛び込んでしまったかのような印象を受けるだろう。トゥさんの天候が荒れることは一度もなく、光でさえも穏やかで暖かな太陽の光が降りすぎ、優しく静かなそよ風が吹くばかりで、風など影も形も見当たらない。嵐などか。トゥさんって行ったことあったっけ。そんな夢みたいな場所があっていいの。まあ我々で言うハワイとかそんな感じ。まあハワイとか嵐とかあるやろけど、
木々や低木には一年中甘く熟れたみずみしい果物がたわわに緑。飢えを感じる方が難しい。孤独を感じる心配も無用である。ここで出会う人々は誰もが、久方ぶりに会った友人のように温かく迎えてくれるからだ。ただただ素晴らしい体験が次々に押し寄せ、退屈したり飽きたり不安を感じることなど一度もない。ワインを、本流になるほど量があり、鳴りやまない音楽が鳴らない。あちこちから鳥の声が美しい乙女たちのおしゃべりが聞こえてくる。夢みたいなクリアな。乙女たちは立派な騎士を見るや少しももったいぶることなくその魅力を惜しげもなく与えてくれる。やべえ、ゲロと言ったらモテモテちゃうんか。いやー、惜しげもなく与えてほしいな。この王国の中心ボークレールでは建築学の粋を集めた壮麗なエルフの象徴というべき建物である、繊細な姿で高くそびえ立つと細部まで趣向を凝らして刻まれたレリーフの数々、謎めいた雰囲気を称える遺跡、稀に見かける黒じり太陽の図案、完璧なはずの大建築にシミのように作られたあの奇妙な金と黒の模様だけがこの地がニルフガーデンの支配下にあることを思い出させる唯一の印だ。なるほどね。そんな場所もニルフガードにね支配されてるのか。少年やめろ、こっちへ来るな。少年裸で、しかもお前服、あ、いっぱい子供いるか。お前やめろ、裸で落ち着け。いや、この便利はこの素晴らしい家庭から物を取っていくってのはね、いい気はせえへんけど、もらってくぜ。ゲラート生きるために必死やから、こう見えて意外と死にかけてるからね、ゲラート。いやー、そういう夢の食いってなんか大概怪しい噂がつきまえけどね、一回行ってみたいな。お、ベイビー、お前まだ、え、こうで分かるな。平穏なる旅を。デア、ありがとうな、ほんまに。デア、元気でな。元気とかそういうのあるか分からんけど、デア、ほんまにありがとう。よし。いやー、空が晴れ、あー、でも、まだ雨は降ってんのか。いやー、でも朝が来たようやね。いやー、ということで今日はこの辺に終了しとくか。なんかエグそうな敵いるな。ギラート君今日何回も死にかけてるからね、こんなイカスイ顔してるけど体中傷だらけですよ今。なんでね、いや、ちょっと明日に備えて真剣に蓄えていくわ、自分の力ってやつのパワーを込めて。じゃあね、飛んでギラート君、飛んでギラート。じゃあ今日はこの辺にしようか。明日はなんか未知の敵と未知との遭遇やけど頑張っていこう。それじゃあ今日の動画面白いと思っていただけた方にはチャンネル登録していただければあんまり嬉しいです。それじゃあ皆さん、今日も一日ありがとうございました。バイバイ。